皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日はこの作業台の上にある道具だけを使って踏み台を作っていこうと思います。いつもと違うのはテーブル層や丸ノコ、スライド丸ノコなんかを使わずに、電動工具はたったこの一つだけ、電動ドリルだけを使って仕上げていきたいと思います。その方が初心者の皆さんの参考になるかと思って、今日はこの電動工具一つだけで挑戦してみたいと思います。それでは早速始めていきましょう。では道具について少しだけ説明していきます。カットに使うのはこの手の甲、それから印をつけるための鉛筆と、長さを測るためのコンビネーションスクエア、それから研磨するときにはサンドペーパーを使いますし、カットするときのジグも、まあ、手製のものですがこれを使っていきます。で、接合はポケットホールジグを使って、ポケットホールジョイントを使っていきたいのですが、まあ、これがなかなか難しいよという方向けに、一部ダボ継ぎのために、まあ、ダボを準備しています。で、あとは接合の時に使う接着剤ですね、これを使いながら、電動工具はこの穴を開ける時のドリルだけと、ネジ締める時のドリルだけということになります。今回使うのは国産の山桜の材料を使っていきたいと思います。で、この材料はカインズホームで購入してきました。本当に買ってきてそのまんまの状態をうまく使いながら、そしてこれ直角平行が出ているものになりますので、比較的楽をできる材料になります。合計金額はこれぐらいのものでした。比較的安いですよね。今回足をハの字に開くので二方転びというものになるんですが、5度に傾けます。なのでもう最初に言った道具じゃないものが出てきてますが、5度に95度か85度にセットして、線をつけていきたいと思います。で、これはもうこのもの、まあ、概要欄のリンクからこれは確認していただければいいですが、これじゃなくても家庭用の分度器でもいいです。何でもいいので5度の角度をつけてください。もしくは7度つけてもいいですし、まあ、10度までつけるとちょっとつけすぎかなと思いますが、好みの角度でやってみてください。私はいつも5度を5度にするのが好きです。まず最初に5度のラインを引きます、まあ、こっちもカットするので、であんまりこのギリギリを狙うとノコが安定しにくいんで、ちょっと内側に5度のラインを入れます。で、そこに狙った寸法通りになるように印をつけますね。218mm とこう通るように、もう一度5度のラインを引きます。ここですね。で、この通りにカットします。使うのは先ほど紹介したノコギリと、まあ、この切っていくためのジグになりますね。では先ほど引いたこの線に対してこのジグを当てて、少し後で手で研磨するので、ほんの少し外側でも構わないと思います。このぐらいのレベルですね。少し当てておいて、あとはこれをひっつければもう自動的に切るだけになります。で、こう余計な力を入れるとこうブレるので、引くことにだけ集中しましょう。それでこうそーっと引きます。ご存知だと思いますが、引くときに切れますので、引くときに優しく集中して、あとはもうそっと引くだけです。力を決して入れないでそっと引いてみてください。ちょっと見てみましょうか、うん、恐ろしく精密に切れてるの分かりますか。素晴らしく精密に切れてますね。線の上を行ってるので線がなくなっちゃってますが、細い線で切れてますよね。ピシッと5度に切ることができました。これをひたすら続けていきます。優しく引くだけです。
これでねもう足4本できてしまったんで、いかにこう早いかというのが分かりますよね。1,2,3,4 ですね。同じ形のが4つできました。でこれをこうすればハの字が見えてきますね。こういうふうに。なかなかハの字が難しいと感じる方も多いと思いますが、意外と簡単です。じゃあこのハの字の間を結ぶストレッチャーを作っていきましょう。これも同じやり方です。台形になるように、切れましたね。こういう形です。でここまでで左右の足が一応切り終わりました。でここからこの真ん中のストレッチャーにポケットホールを開けて、ここを、組み立てていくということになります。浮いてきますね、こうやって。最後に引かれます。で引かれたらもう一度緩めて、何回かこうやって締め付け直してみてください。ということで1個目の足が、横側の足が完成しましたね。もうやっぱ山桜なんで、もう超がっちりですね。素晴らしい。さあもう一方の足も組み立てていきますが、こいつはダボで組み立てていきます。で使うのはこの 8mm のダボとマーキングポンチを使っていきます。ではこの開けた穴にマーキングポンチをこのように刺して、相手側に印をつけていこうと思います。でこれも同じで、こちら側に何かこう突き当てるものを準備しておいて、そーっと近づけて向こう側に押して、きっちり並んでいるなと、それから平面についているなというところを確認して、ここに穴を開ける場所だよということをマーキングします。そうするとこんな感じで、こことここですね、ここが相手の穴を開けるべき場所です。ここに正確に開けてあげれば、しっかりとダボで継がれるということになります。じゃあ接着剤をつけていきましょう。ダボ穴に接着剤を、でクランプで締めるときはオフカットをつけて、ちょっと一旦このまま締めましょう。あー来た、これぐらいか。よいしょ、あやっと密着した感がありますね。さらにここでこういう風に、ここは開いてるのでちょっと押すようにクランプしてあげればいけそうですね。足が出来上がったので、この左右を連結していきましょうか。で90度を線を引いて、先ほどまで使っていたジグは5度でしたね。なので使えないので、まあここで、まあそもそもなんですけど、これがなかったら今までの作業できないじゃんっていう話はありつつも、
じゃあこれがなかったらどうするのかっていうのもちょっとやってみましょう。もう本当にこの端材、先ほどテストカットしたサンプル、ここは90度が出ているので、それを線に合わせて置きます。でそこにクランプをかけます。がっちり固定してしまいます。でそしたらこのノコを当てまして、でここに当て木をしたらそれに沿わせて切るだけです。でノコを当てまして、でこう当てる方向に少しこちらですね、こちら側にほんの少し、まあ要は沿わせるだけのプレッシャーをかけておきます。でかつ、目とこのノコが一直線になるようにはしてほしいんですが、今回の場合はこの面とこの面が一致してればいいわけですから、そこを離さないように、ここを見てください。そっと、特に最初この刃が数ミリ入っていくまでは丁寧に優しくします。ある程度入れば逆にそこからはずれようがないんで、今回の方がうまく切れた気がしますね。もう修正する必要もないし、めちゃくちゃツルツルです。完璧。さあでは左右の足を連結していきます。このセンターストレッチャーはこのように2枚今回入れることにしました。で左右のストレッチャー足同士を、左右の足同士をこうやってつなげます。正直何かで測ってるわけでもなく、目でだいたい真ん中というので、ここの精度というのは十分です。こんなもんです。じゃああとは完成に向けては天板ということになります。で天板はこのように2枚乗せていきたいと思います。で買ってきたそのまんまをここに乗せて置いておきたいと思います。さすがにこの長さを、まあ、思った長さに綺麗にカットするというのは手の子では相当難しいです。まあ、手の子でカットしてカンナで仕上げるという方法はもちろんありますが、なかなかそれはハードルが高いので、もうこれが最初から乗せられる設計にしてあります。どうやって接合するかというと、ダボを継ぎです。ダボで、止めていきたいと思います。ここに適当に3箇所ぐらいダボ穴を開けておいて、マーキングポンチで、跡をつけてそこに乗せるということをやりたいと思いますね。まずはダボの穴を開けてみましょうか。この中に書いてあるセンターラインに対して板を挟んだ状態できっちり真ん中に来てるかどうかというのを見ます。あとは左右の板のバランス、逆側も同じくです。で左右の出方が均等かというのをチェックします。まあ、よっぽど真ん中が均等に来てれば大丈夫ですし、ここが1ミリずれてたからなんだっていう話もあります。目で見てバランスが良ければそこまで大きな問題にはなりません。よーく何度も確認します。良さそうと思ったら、あとはポンチの位置を
ダボの入る穴に接着剤を少量入れておきつつ、こっち側にも軽く接着剤をつけておいて、はい、じゃあ入りました。なので接着剤が乾くまで待ってから仕上げをしましょう。もうここまで来たらほぼ完成ですね。では仕上げをしていこうと思います。もう仕上げはサンドペーパーでこの面とこの角を、きれいにしていくだけです。で、私が使うのは180番のサンドペーパーを使っていきたいと思います。今回は面取り仕上げにすることにしました。好みに応じて角を丸くしたりするのもいいですね。サンドペーパー洗い順番に180番から240番、320番の順に研磨していきます。組み立てる前に研磨した方が楽な部分もありますが、個人的には組み立ててから研磨した方がどの部分が手に当たるかということが理解しやすいので、組み立てた後に研磨しています。また手が当たらない部分については研磨しなくて済むので楽をすることができる面もあります。好みに応じて使い分けてみてください。ここで少しだけお知らせです。このチャンネルのメンバーシップに参加しませんか？メンバーの方の質問疑問に直接お答えするライブ配信が特典です。今はメンバーの方が少ないのでほぼマンツーマンで質問に答えることができています。つまり今が最もお得ということになります。いつでもやめることができますので、概要欄のリンクからメンバーシップについての動画を確認してみてください。最後の仕上げはオイル塗装です。ここからはナレーションがいらない時間ですね。いかがだったでしょうか。2500円の材料費で無垢の山桜の踏み台を作ることができる実例を見ていただきました。しかも使った電動工具としてはこのドリルだけです。今日の動画少しでも役に立ったと思っていただける方はチャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。